なんでなんで飲まれてなんでなんで追い潰れて下坊するまでなんで。あ、どうも皆さんこんにちは、坂太郎でございます。いやー、忘年会シーズン突入いたしましたが、皆さん飲んでますか？そんな飲みすぎの方にぴったりのお菓子ご紹介いたします。こちらです。小池屋ウコンでございます。奥さん、奥さんどうしよう。あ、どうも奥さんこんにちは。忘年会の宴会の時にいきなり禁じられた遊び歌いそうなね、奥さん。禁じられた遊びってうち歌うよ。なんで知っとん。踊ってみようか。タン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 ウコン？そうなんよ。ウコンのパウダーが入っとるスコーンならぬウコンなんよ。なんなんウコン言うて、ちょっとうち恥ずかしゅうなってきた。奥さん何回もウコンウコン言うけ。奥さんもしかしてウコンのこと知らんのんじゃない？知っとるよ、うちウコンを何回も言うたらあのキーワードになるやつだろ。え、なんなん奥さん知らんの？ウコン何回も言うてみんさいや。ちょっと恥ずかしいことになるけ。ほんま？ちょっと言うてみようか。奥さんほんま年末大サービスじゃねえ。みんな多分期待しとると思うよ。言うてみ？ほんま？言うてみようか。ちょっと言うてみるよ。ウコン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 。ならんね。ならんよ。で、奥さんいつも忘年会どぎゃなところでしょって、だいたい感じするんじゃけど、まあ、だいたいね3500円ぐらいの料理のところ で飲み放題つけて1500円で、あと触り放題つけてね3万円になるぐらいよ。